鹿児島県の種子島の西方に位置する馬毛島、自衛隊が使用する基地、及び在日アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地として、整備が悪魔的との情報をキャッチしました。今回は、馬毛島の現在と馬毛島の役割を詳しく見ていきます。中国的には、やっぱり嫌だろうなと感じていますし、こんなに早く建設できるのかと考えてしまいます。出雲や加賀にアメリカ原子力空母が入港本格始動となると、中国にとってはとても厄介でしょうね。鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのダストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同行に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保は最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、
東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり三沢基地及び岩国基地は駐機場である神奈川県の厚木基地からは非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうどこの時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。 F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカではバージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし、厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に対象搭乗者の負担の増加や時間・燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も地元住民をはじめとする猛烈な反対に遭遇し、同党を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的にその移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際にはその艦載機は岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練 FCLP の人的・時間的・距離的な問題を全て低減させることは明白だった。そのため、一部から根強い反対活動はあったものの、前述したようになんとか日本政府が馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は2023年度の補正予算内に馬毛島の整備に2684億円の経費を計上。
陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけに止まらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲、片護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。海上自衛隊の対艇型潜水艦の3番艦、ジンゲイが就役予定で、現在、最終調整中の情報をキャッチしました。今回は、最新鋭のリチウムイオン電池搭載ジンゲイ、潜水艦就役を詳しく見ていきます。兵装面では、新型の人は、知識長魚雷やアメリカ製のハープーン巡航ミサイルを、装備も、はや海底の神のようですね。長距離兵器の運用能力などが向上マジでやばいかもしれません。来月の2024年3月、海上自衛隊には、最新型の対艇型潜水艦の3番艦にあたるジンゲイの就役が予定されており、現在のジンゲイは、就役に向けた最終的な調整が行われている段階にあるとめされている。対艇型潜水艦の3番艦として、就役を間近に控えたジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所で建造が進められた艦艇であり、一昨年の2022年10月に、進水と命名を終えた後、最終偽装や各種テストが実施されてきた。すでに、海上自衛隊では、この最新鋭の対艇型が、1番艦対艇は、三菱重工業者の神戸工場が、2022年3月、2番艦の枠ゲイは、川崎重工業者の神戸造船所が、2023年3月に就役を果たしており、満を持しての3隻目の就役となる。昨年2023年3月に、対艇型の2番艦である枠ゲイが戦列に加わった時点で、海上自衛隊に実戦配備された潜水艦隊22隻の内訳は、前々級の親潮型8隻、前級の総流型12隻、対艇型2隻となっていた。よって、今回対艇型の3番艦、ジンゲイが、このまま、来月の2024年3月に、計画通りの就役を果たせば、これが、親潮型7隻、総流型12隻、対艇型3隻という構成に移行するものと考えられている。これら実戦配備された22隻の潜水艦隊の他に、海上自衛隊では、最古産の親潮型の2隻を練習潜水艦として運用しており、今回、ジンゲイが就役することで、親潮型の1隻が、同様の変更を受ける可能性が高い。今回のジンゲイは、およそ700億円の予算を投じて建造されたが、これは、1番艦で、ネームシップの対艇がおよそ800億円、2番艦の枠艇がおよそ720億円であったことと比較すれば、量産の効果で、多少の減額が達成されたものとなっている。対艇型は、今回のジンゲイも含め、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルと前級の、総、流型とほど同様な規模感であり、同艦をベースにした改良型であることを物語っている。総、
U 型の最終の2隻と同じく、タイゲイ型は、機関構成として、ディーゼル機関を、主として、リチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式であり、通常動力型としては、世界最大クラスの規模を誇る。ただし、今回の3番艦のジンゲイは、それまでの1番艦タイゲイと、2番艦ワクゲイと同じく、重機であるディーゼル機関も、川崎重工業社製の 12V2525SB を2機搭載する形式だが、以後の4番艦ライゲイからは、これも完走される予定である。本来、防衛省海上自衛隊サイドでは、タイゲイ型の建造に合わせて、このディーゼル機関の刷新も視野に入れていたのだが、開発が間に合わず、3番艦のジンゲイまでは、前級の、そう、流型と同様の川崎重工業社製の 12V2525SB の搭載で建造された。タイゲイ型の4番艦である、ライゲイも、すでに、昨年2023年10月には、進水と命名を終えており、同艦から、新型の川崎重工業社製の 12V2531 へと重機が変更されるため、新型のシュノーケル発電システムに対応し、さらなる能力向上が期待されている。この新型のシュノーケル発電システムは、従来の鉛製バッテリーからリチウムイオンバッテリーに変更される点を最大限に活かすために計画されていたもので、短時間での充電とその際に、シュノーケルを海上に出した状態での敵からの探知を抑えることに主眼を置いて開発された。いかに、通常同型の潜水艦が、潜航時の航行音が蓄電池を用いたモーター駆動で原子力推進艦に比しても静粛性が高いとはいえ、やはり、給排気と充電のために、シュノーケルを海面に出す精神度航行時には敵に探知される可能性が飛躍的に高まる。この状態を少しでも回避するために、タイゲイ型潜水艦の建造にあたって準備されてきたものが、新型のシュノーケル発電システムであり、今回の3番艦ジンゲイには間に合わなかったが、以後の4番艦ジンゲイからは、念願の実装が見込まれている状態である。この新型のシュノーケル発電システムを実装できていない点は、ジンゲイでは惜しくはあるが、そう、流型の最終の2隻と同じリチウムイオンバッテリーの搭載艦とはいえ、その設計は、それを、あらかじめ前提としたものという、相違がある。このことは、そう、流型の最終2艦以降、タイゲイ型では、未搭載となったスターリング機関が出力に比して、非常に大きな装置であったことから、その廃止を果たせたことで、元より制限の多かった潜水艦内の環境にとっては、貴重なスペースをもたらす作用はあった。これによって、タイゲイ型では、海上自衛隊の艦艇として最後まで実現されていなかった女性自衛艦用の乗組に必要なスペースを確保することにつながり、専用のシャワー設備や、仕切りのある居住区間を設けることに成功している。そのため、タイゲイ型では、6名の女性自衛官が乗組員として搭乗可能なスペースの確保が図られ、世界的に進む各種のジェンダーフリーに対応すると同時に、少子高齢化で乗組員の確保に頭を悩ましてきた海上自衛隊にも若干の選択肢の増加をもやらしたと言えそうだ。さて、ジンゲイの兵装面であるが、前々級の大屋潮型、前級の総流型と同様に、同艦のタイゲイ型でも、その主兵装の数と配置は踏襲されており、艦首部に 533mm 魚雷発射管を6門備える仕様からは変更はない。この6門の 533mm 魚雷発射管からは、2022年から導入が行われた対艦攻撃用の新型の18式超魚雷や対艦及び限定的な対地攻撃能力を有するアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84Lを運用することが可能となっている。新型の18式超魚雷は従来の89式魚雷の一部を流用する形で、いわばその改良型として開発された兵器で、およそ94億円を投じて開発され、敵のデコイに対する対応力や、
水深が比較的に浅い海域での使用も前提とされている。これは、現在、日本が喫緊の課題としている対中国海軍の艦艇への対処力の向上を念頭に置いていることを表していると思われ、比較的に水深の浅い東シナ海などの南西諸島方面においての作戦行動を想定したものだろう。また、前述したアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84 リッターも89式魚雷と同様に 533mm 魚雷発射管から運用可能で、その最大射程距離はおよそ 250km 弱とされているが、これは昨今の対艦ミサイルの性能としては不十分になりつつある。こうした点から、日本では現行のイージス護衛艦から運用すべく、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルのブロック4および5の調達を打ち出しているが、これらはいずれも最大射程距離で 1600km ほどと言われている。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、かつての敵地攻撃能力、昨今は、これを反撃能力と言い換えた対地攻撃能力の獲得のみが大きく取り上げられているが、同時に、これが対艦攻撃用の長距離兵器となる点も忘れてはならないだろう。さて、ジンゲイのネーミングだが、旧大日本帝国海軍から合わせれば、今回で3隻目という由緒のあるもので、初代は、シンクジラの名で、明治時代の1881年に竣工した外輪船のお召し艦として、国威の発揚を図る意図を持って、様々な巡航行事に使用された。続く二代目は、シンクジラ型潜水母艦の一番艦、シンクジラとして1923年に竣工。太平洋戦争では、開始時には第7潜水戦隊機関であったが、旧式化が否めず、練習艦となるも、終盤には、艦艇不足から輸送任務に就いたが、1944年10月にアメリカ軍機の爆撃を受け、沖縄の瀬底島で撃沈されている。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も、今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また、北朝鮮は、その一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに、食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は、何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また、中国は、相変わらず、2024年年初の台湾総統選挙で、民進党の頼行清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が、従来以上に、軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には、新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は、安全保障の強化の財源として、増税の姿勢を示していることもあり、政治的には、不人気で、支持率も、下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば、防衛予算の拡充には、取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現、岸田政権は、まず、2022年末には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定。防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比で、その額は 2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して、防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で、大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から、攻撃を、敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては、政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、
反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装である。日本政府は、当初アメリカから、このトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンである、ブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ、前の形式である、ブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、異物化し、むっこいも一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS。垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双流型12隻、海芸型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、岩首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、
VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦であるタイゲイ型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると召されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘級位しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘級は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は、最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。今、まさに、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機を、ブストル、垂直、短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉で、墓賀が、大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は、艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。F-35 とは、アメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発、単座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。
当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス性空戦闘機である F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型通常離着陸機型と B 型垂直短距離離着陸機型及び C 型艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である統合打撃戦闘機ジョイントストライキファイターの略称 JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F35 はストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては、十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新天原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには、艦載機を陸上基地に下ろす必要があり、その艦載機のパイロットは、長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に、陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍では、その訓練を、陸上空母離着陸訓練、フィールド・キャリア・ランドイング・プラクティス、FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を、空母の飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は、24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには、夜間、離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が、日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には、民家や住宅地が多く、FCLP は、夜間も実施されるために、住民の反対による問題となっていた。現在では、米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は、第5空母航空団の F-A18E、FEA18 ギガ E2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は、硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、
2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲、片空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際には、アメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に、米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県の新連原基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する GTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を出雲、片護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、F-35A や F-15J が、短い滑走路しかなくて、離着陸不可となるような小さな島嶼でも、離発着が可能な固定翼戦闘機として、使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲、片空母は、日本の国会で、野党から出雲、型の空母化改修によって、日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は、米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから、問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲片護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも分かりやすい丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母という質問があるのです。回答は、空母には国際的な定義はありません。主に、航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲、片護衛艦には、航空機を運用する能力も備わっていますが、
輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F-35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海おのずと空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか？実は筆者もそうでした。しかし、出雲型護衛艦は、戦闘機のその日の運用が終われば、格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F-35B の管理者である空自は、出雲型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F-35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海事内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲型に、必ず炊飯艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海事としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、議場だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海事幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための、設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲Q の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは、立場が逆になるわけです。逆なのに、こうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲型は半空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、定時は4機から8機程度を乗せて、
必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに留め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、別の見方をすれば、どっちつかずの艦艇とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して、反空母に着艦して、燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べると、パイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも、一直線に、前線や戦地に赴くより、一呼吸を置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。また、エアカバーを陸上機に任せ、ブイトル機、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。ブイトル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。防衛装備庁が将来の電子戦に向けて、実はスタンドオフ電子戦機の開発を2023年8月から開始していた。今回は固定翼の C2 輸送機をベースに開発する次世代電子戦機を詳しく見ていきましょう。敵の通信を妨害し、レーダー施設を無効にすることで航空任務を支える電子戦機が岐阜基地への配備が計画されています。輸出の計画もあるものの、公明党からは強い反対の声が上がっています。2023年8月から防衛装備庁では将来の電子戦において有効的なスタンドオフ電子戦機というものの開発に着手していた。このスタンドオフ電子戦機とは妨害対象の脅威の対処可能とされる地域の圏外から強力な電波を発信することによる敵電波の妨害、かつレーダー施設などを無力化することによって、自衛隊の航空作戦の遂行を有利にする航空機のことである。現在の航空自衛隊では、電子戦訓練用として、中型輸送機 DC-1 やターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を運用している。これらの電子戦機の機体には、突出したアンテナフェアリングが複数個装着されていて、DC-1 の場合は、機種にも装着されている姿から、ファンの間では、カモノハシ君と呼ばれているようだ。現時点で、電子戦機は、
埼玉県の入間基地を拠点として運用されているが、訓練用でさえも、その任務の秘匿性が極めて高く、装備や任務に関しては一切公表されていません。そもそも、電子戦機とは、現代の電子戦を重視して設計、装備された航空機のことを指し、その開発には、高度な電子情報技術の集積が必要となるため、先進国の中でも一部しか保有していない状況だ。それらの国の中でも、やはり、アメリカが、その開発と配備において非常に充実しており、その理由としては、軍事用電子機器の大半がアメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を世界的に維持するためである。現在の電子戦における、電子攻撃 EA、ECM、電子防護 EP、ECCM、電子戦支援 ES、ESM の3領域のうち、電子防護は、レーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策がメインとなっている。それがゆえに、ハードウェアとしての電子戦機は、電子攻撃あるいは電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体に関しては、電子対抗手段、ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器 ARW を主とする敵防空網制圧機 SEAD が存在する。電子戦支援を重視する機体を、通称電子偵察機と呼ばれるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、諜報活動の分野に属する通称サイジエントとされる通信、電磁波、信号など、主として傍受を利用した諜報活動にも運用されている。その他にも、味方のレーダーへ、意図的に妨害をかけて、訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、これらの機体を自衛隊が運用しているようだ。また、電子戦機は、航空自衛隊と同様に、輸送機などの大型機を改造したものが大半であるが、戦闘機の行動に随伴できるエスコートジャマーと呼ばれる電子戦機もある。2022年2月24日から開始されたロシアによるウクライナ侵略戦争においても、対ドローン対策などで電子戦が重要視されている中、近年においては、専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子専用機器が搭載されることが多くなった。その中でも、特に、敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えており、その他にも、日本でいうところの P3C や P1 などの対戦哨戒機にも、電子戦支援が重要視されている。実は、それ以外の戦闘機にも、自衛用のレーダー警報受信機 RWR が代替搭載されており、ミサイル攻撃から自己防衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種となって運用されている。この度、防衛省が計画しているのは、航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機であり、そのための開発費として、2023年の予算において83億円が計上されていた。当初のイメージ図を見返すと、機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC1 と同じく、カモノハシのようなくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに、2020年から開発が始まっており、今後は、それらの実装試験が加速化していくでしょう。今のところ、防衛省では、C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、それらを配備、運用する岐阜基地に、新たな専門飛行隊を編成するものとみられている。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛装備庁と川崎重工業が、C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体であり、2016年6月から運用が開始されていて、現在までに14機が配備されている。その初舷は、操縦士2名、ロードマスター1名の必須乗務員のほか、補助席に2から5名と貨物室に110名を搭乗させることが可能である。すでに入間基地へと配備されている C2 輸送機の試作2号機を改良した電波情報収集型 RC2 に関しては、現在運用されている4機の YS11EB 電子測定エリント機の後継機種として、開発が逐次進められているものであり、これらには、
防衛装備庁が開発している最新型の将来電子測定器搭載システム ALR-X が採用されることになっている。スタンドオフ電子戦機に関する事業として達成すべき3つの目標が掲げられており、それがデータリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減である。これまでに防衛装備庁で進められていた技術研究、関連事業の戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JAL95ECM 装置、次期機上電波測定装置などがあり、これらの成果が日本の防衛に大きく貢献されるものとみて間違いないでしょう。当然、これら電子戦機は国際的に見ても極めて秘匿性の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについても非常に困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年のあらゆる戦場において戦略・戦術面で最も重要視されていることも鑑みて、防衛省では自前による開発を実施することが決定された。ただし、3つの目標のうちの開発コストの低減に関して言うと、その対策として2014年の第2次安倍改造内閣による武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって諸外国への売り込みと軍事経済成長が図られていた。2016年に川崎重工業では C2 の海外輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアたち約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて諸外国政府の需要調査などを積極的に進めており、中東のアラブ首長国連邦、UAE や西側諸国のニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいと言われている。その中でも、政府は UAE を重要かつ大きなパートナー輸出対象国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、同国で開催された航空ショーに C2 を派遣するなど売り込みをかけていたものの、2023年1月に UAE 政府は韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うことを発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明示されていた。このことをきっかけにしてUAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、個人的には気がかりな韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかという見方が世間では広がっている。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で山口県の岩国基地を駐基地としている F-35 ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の小湯郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が、技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、10機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、
前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータガル航空基地に、同期の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能ないわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータガル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータガル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータガル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を、510億円、1機平均約127億円、となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円、となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同期のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても2割以上は高価だと感じられる。そうした特異な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は本国のアメリカと日本以外には、現時点ではイギリス、イタリア、シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機影 V-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、
海軍の所属で運用されており、今後は2024年に収益の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、もともとは現行の F-16CD を代替する目的で、2019年に A 型の調達が計画されていたが、翌2020年にはこれを B 型に変更することとなった。シンガポールは航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、強小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあるとめされている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が強小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島の呉のアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも、四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては、非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは、今後、航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が、今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは、航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。日本の F-3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F-35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、
次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F3 ゴライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが、開発中の、いわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年という、こうした一致が、日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F3 ゴライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F3 ゴライトニング 2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は、第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、
戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは F-35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを予算上48機調達している最中で、日本のように A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が A 型を60機、B 型を15機、海軍は B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バ B 型の調達数を空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら、日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたとみられています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが、GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示しているとみられているようです。イギリスとイタリアは日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。尖閣諸島をめぐる日本と中国の緊張も高まっており、中国海警局の船舶が常態化した形で侵入、海上自衛隊も航空機から監視境界乗り出したとの情報をキャッチしました。今回は尖閣警護強化で海上保安庁が海強に負けてはならないわけを詳しく見ていきます。日本は実効支配で強化するべきとの声が多くあります。増税メガネは意外に動き出すかもしれない。2024年に入ってから早くも1ヶ月が経過。2022年2月から続くロシア・ウクライナ戦争、
2023年10月から開始されたイスラエル軍によるパレスチナガザ地区を中心とする武装組織ハマスとの戦闘など国際的な緊張状態が続いている。ガザ地区におけるイスラエル軍の軍事行動はイスラム武装組織ハマスの殲滅を目指す掃討戦の様相を呈しているが、中東全体の不安定化に飛び火し、アメリカやイギリスがイスラム武装組織の拠点を空爆するなど拡大の兆しを見せている。かたやロシア・ウクライナ戦争ではロシア軍が東部を中心にじわじわと、しかし確実に支配地域の拡大を進めており、ウクライナ側にとってはなんとか防衛線を構築して侵食を防ぐしかないという劣勢な状況に追い込まれた感が拭えない。こうした世界的な紛争の激化の陰に隠れる形ではあるが、日本と中国との間では尖閣諸島をめぐる情勢が一段と緊迫化しており、いかにして中国側のこれ以上の浸透を食い止めるのかという問題に直面している。この2024年2月8日には尖閣諸島の沖合の排他的経済水域において、中国海警備局所属の船舶が近年の通例ともいえる4隻1セットで航行していることが、警備に当たっている海上保安庁の第11管区海上保安本部の報告で判明した。このような尖閣諸島周辺海域における中国海警局の船舶の侵入はもはや常態化されてしまっているが、昨年2023年はこうした中国側の公船の出没は過去最多の352日を記録、ほぼ毎日のように行われていることが浮き彫りとなった。こうした中国海警局の船舶の行動は、昨年2023年11月末に同国トップの習近平主席が尖閣諸島の所在する東シナ海を管轄エリアとする同局司令部を訪問、直接的に対応強化の指示を与えたことが大きいとめされている。ここでは尖閣諸島を中国の領有だと対外的に示すための方策として、中国海警局の船舶を恒常的に周辺海域へ派遣すること、周辺海域で漁業を行う日本の漁船に対する排除行動を強化することが打ち出されたことが確認されている。日本側としては尖閣諸島は自国の固有の領土であるという立場を崩してはいないが、中国側はなし崩し的にその領有を既成事実化する行いを強化しているといえ、中国海警局の船舶を用いた実力行使を推進しているといえよう。こうした尖閣諸島周辺海域における中国政府の政治的な意向を反映した中国海警局の船舶の行動は、2012年に日本政府が同諸島の一部を国有化して以後年々激しさを増しているが、さらにエスカレートする事態も発生している。それは今年2024年に入って以後、中国海警局の船舶が尖閣諸島周辺の日本の領空内を飛行する海上自衛隊の航空機への対処も開始したという事実であり、自国領への領空侵犯の防止のため無線通信による警告を発し始めたというものだ。これまでは尖閣諸島周辺海域内の日本の領空について、中国海軍の一部の艦艇が海上自衛隊の航空機に向けて同様の警告を発した事例はあったが、中国海警局の船舶がこうした行動を起こしたのは今年が初めてのことである。こうした中国海警局の船舶からの無線を通じた海上自衛隊の航空機への警告は、明らかに従来以上に尖閣諸島の領有化を既成事実化しようと中国政府が企図していることの表れであり、対応のレベルを引き上げたと解釈すべき事態である。日本政府としては、こうした中国側中国海警局の船舶の行動を決して容認できないとの姿勢を示し、その意図を外交を通して抗議として申し入れは行ったものの、公的に対外的な発表などは未だ自粛している形である。中国政府側のこうした行動は、南シナ海におけるスプラトリー諸島などにおいても、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネー島の周辺国との間で繰り返されてきた手法と酷似していると見るべきだろう。中国政府は、急激に発展を遂げた経済力と、それに裏打ちされた軍事力を背景に、実に、南シナ海の8割もの海域やそこに点在する島々や干渉を、
自国領だと一方的に主張しており、その支配の確立を着々と進めてている。こうした中国側の一方的な主張に対抗するべく、フィリピンはオランダのハーグにある常設仲裁裁判所に訴えを起こし、2016年7月には同所から中国側の主張には国際法上の法的根拠はなく国際法違反だとの見解が示された。しかし中国政府側はこうした常設仲裁裁判所の下した裁決について何ら拘束力を伴わない無効なものであると一方的に宣言し、したがって中国はその内容を受け入れず認めずとする声明を発して実効支配を粛々と進めている。この例からも明らかなように、現在の国際法は何ら強制力を伴うものではなく、いわば紳士協定にも近しいものであり、大国が自身の考えを曲げるような結果となることは非常に残念ながら期待できないものとなっている。そうした現実があるからこそ、アメリカ海軍は南シナ海においても航行の自由作戦と呼ぶ自軍艦艇の通行を不定期に実施して中国側の動きを牽制しており、中国の領有既成事実化を妨害する行動を見せている。第二次世界大戦後に今の国際連合が設置され、その建前上は武力行使による現状変更は許されないとする意見が存在はするものの、その賛同者は多くの場合いわゆる西側に近い国々に限定され、強制力は持ち合わせていない。もっと言うならば、2003年にアメリカやイギリスを中心として行われたイラク戦争においても、国連決議としてはその実施を容認してはおらず、ロシアや中国等の国々にとって自国の在り方を正当化する言い訳にすら使用されている感が強い。残念ながら、このイラク戦争におけるアメリカ・イギリスの行動は、確かに開戦理由とされた大量破壊兵器の保有をイラクが実際には行っていなかったことからも、戦後は多くの西側の人々からも誤情報に基づく誤った行動だったと考えられている。この自責が今の中国やロシアの在り方についてアメリカをはじめとする西側諸国にも大きな誤謬があり、彼らに自国の主張を正当化させる一因となっていることは非常に由々しき事態だと認識しておく必要があるだろう。翻って尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の対立についてであるが、最前線で対峙する前者の海上保安庁と後者の中国海警局とでは、すでに保有する船舶数で日本は半数以下と劣勢で、残念ながらその差は今後も拡大すると思われる。また中国海警局の船舶が中国海軍の艦艇の譲渡を受けて、実に 76mm もの口径の主砲をそのまま搭載する船舶すらあることに比して、海上保安庁の船舶は最大でも 30mm から 40mm の機関砲の搭載に止まり、単純な火力での対抗はもはや期待できない。そもそも太平洋戦争後に韓国に実効支配されてしまった竹島や、ロシアに同様に占拠された北方四島の例を引くまでもなく、一度他国に武力占拠されてしまえば、今の日本にそれを実力で奪還する行動を起こすことは困難だろう。したがって尖閣諸島についても中国側に実効支配させないように事前の対処をしておくしか方策はなく、一時的に中国側を刺激するかもしれないが、公的機関が常駐する設備を設けておく必要があるのではないかと個人的には感じてしまう。尖閣諸島の問題は、勝手の日本が田中政権時代に中国側の談笑兵との間で棚上げをしてきた政治問題のツケがここに来て浮上した形だが、今一度政治の明確な対応が求められる段階に来たと言うべきなのだろう。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警局所属の2隻の公船が侵入し、約26時間経過した翌3日に、やっと同海域を出て行ったという事案がありました。中国艦船は長時間にわたって日本の領海侵犯を行い続けていたというわけです。この2隻の中国海警局公船は、
尖閣諸島周辺海域で操業していた日本漁船に接近しようとする動きを見せていたようです。そのため、海上保安庁艦艇が監視を続け、中国側に何度も退去警告を行っていたそうです。3月29日、中国海警局公船2隻が尖閣諸島周辺海域へ領海侵犯を行っています。この時も2隻の日本漁船に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止しているのです。尖閣諸島周辺の日本領海内への中国海警局の公船の侵入行為が頻発しています。理由としては、尖閣諸島は自国の領土だと一方的に主張する中国が既成事実化を狙った行動という見方が大勢を占めています。特に2021年2月より中国海警局法が改定施行されたことが大きいと思われます。その内容は中国側が必要と判断した場合、武器使用の基準が引き下げられたということで、実力行使を後押ししようというかのようで、油断できません。また、ここ2から3年の間、中国国内法によって増えている状況があります。それは、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が、水上、及び対空レーダーを切ったまま航行して侵入し、同海域到着時に、オンにするという運用を行っているというのです。こうした動きは、自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇が、尖閣諸島海域へ出入りする動きを把握させない目的があると考えられます。つまり、より悪意のある行動と見さされています。水上、及び対空レーダーを稼働させずに、中国艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域で、日本漁船などの他の艦艇と衝突する危険性が高まることを意味しているはずです。それに加えて、中国側の一部の艦艇は、日本の艦艇用の民生用レーダーを搭載しているので、わざとこれを稼働させることによって、自分たちが中国公船であることを隠そうとする意図があると考えられているのです。とはいえ、個人的には、このようなアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようというのは、相当無理があるようにも思えますし、そういった企みをしていることをわざと見せつけることが狙いのようにも見受けられます。また、尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする艦隊が、4月3日、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだということです。この遼寧は中国海軍の練習用空母という位置づけですが、今回は日本領海や接続水域への侵犯はありませんでした。ちなみに、この艦艇が同じルートで航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月だったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。2020年は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に、新型コロナウイルスの罹患者が発生し、隔離することになりました。不測の事態で一時的とはいえ、太平洋地域で活動可能なアメリカの空母は、一隻もないという異常事態が発生したのです。そのため、いつもは、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、鬼の犬間とばかり、自国の遼寧を、これ、見よが、死に、太平洋方面に展開させ、当時も大きく報道されたというわけでした。最近の中国は、一時中断と伝えられていた、新型航空母艦の建造を再開しています。新型は、この、遼寧や続く3頭と異なり、電磁式カタパルトを装備した固定翼機運用型になると見られています。
さらにその後に続く鑑定では、技術的な困難が伝えられていた原子力推進型の実用化も進めている模様で、中国が目標としている航空母艦6隻体制の構築を確実に進めてきていることが確認されているのです。こうした中国海軍の増強に対し、2021年4月8日には、アメリカの上院の外交委員会が戦略的競争法と訳される法案を示し、軍備拡張を続ける中国への新しい対処方法を打ち出したものになりました。この戦略的競争法は、アメリカ上院の超党派から提示されたものです。日本や韓国との同盟を基軸として、安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めています。その中には、日本にとって、心強い文言があったようです。中国の脅威にさらされている、尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた第5条の適用対象であることが、明文化されているのです。これは、極めて重要な意味を持つ内容と言えましょう。2021年1月に誕生したバイデン新政権は、対中国強硬派だった前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用するのではと見られていましたが、今回の動きは、若干の安堵感を覚えるものだったようです。しかし、こうしたアメリカの動きを見逃す中国ではありません。中国政府は、この戦略的競争法に強硬に反対する姿勢を早々と表明しています。この法は、中国のウイグル問題にも踏み込んでいるので、主権侵害と激しく主張しているのです。尖閣諸島に関しては、日本の主権侵害ですけどね。南シナ海の領有権も一向に譲歩する姿勢は感じられない中国は、2021年は尖閣諸島に対する圧力をさらに強めてくることは間違いないと思われます。日本の領土である尖閣諸島沖海域で中国海警局の動きが活発化している。中国の艦艇は、交代時に、レーダーをオフにしており、日本政府の対応に疑問が呈されている。中国海警局の公船が、尖閣諸島周辺海域に侵入し、日本漁船に接近する動きが頻繁に起こっている。中国は、尖閣諸島を自国の領土と主張し、既成事実化を図っているとみられている。中国海警局の公船は、侵入時にレーダーをオフにし、衝突の危険性を高めていると考えられている。中国海軍も航空母艦を展開し、増強を進めている。これに対し、アメリカは中国に対する新たな対処方法を打ち出している。日米安保条約により、尖閣諸島が適用対象とされており、日本にとって重要な意味を持つ。中国はアメリカの動きに反対し、南シナ海の領有権問題でも圧力を強めてくる見込み。オーストラリアが
中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本の藻が味方護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本の藻が味方の導入について詳しく掘り下げます。ちなみにオーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月にオーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れたその軍事同盟の名称は、オーカスとなることが明かされた。それまでも、オーストラリアにとっては、イギリスはかつての宗主国であり、アメリカは、広い意味で、太平洋において、軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再び、アングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで、第二次世界大戦後のオーストラリアといえば、近隣の国家として、多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのは、インドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも、国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた敵国といえば、太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアはフランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものを、オーカス級とし、これを、オーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は、533mm 魚雷発射艦4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射艦を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、大型の無人艦艇、K
ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を、大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウントフォス社製の MEKO-A200 型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力等を明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定しているとめされている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本の野上型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍もバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0m、全幅 16.34m の艦隊にコダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でも、アルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は、満載排水量4650トン、全長 133.0m、全幅 17.0m の艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。日本のモガミ型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では、2018年から就役を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0m、全幅 14.0m の艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、
主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本のもが、身型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で、200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で、冷戦構造が激化したことで、再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造した、ガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた方針をから国産化を再開。ここから、今まで、建造技術の継承を続けている。この方針をは、三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした、朝日、岡田は洋石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の大鯨型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である大鯨型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。大鯨型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この大鯨型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、流型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、
流型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、タイゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、タイゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、タイゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、流型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを期としている。タイゲイ型の襲撃によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6門の 533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在の最古参の親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン対艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を、
自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。ジンゲイ、潜水艦が3月に就役する中、タイゲイ型潜水艦の全容が徐々に分かってきました。今回は、艦長でさえ、お手上げのタイゲイ型を詳しく見ていきますね。お手上げとは、あまりの高性能でってことです。気になる動きも、台湾初の自国建造潜水艦海軍がタイゲイ型潜水艦を超えてるって話もあるんですが、中国海軍が一番危機感を感じているようですね。台湾海峡で中国海軍の潜水艦が密かに沈んでいるかもしれませんね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入、大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えない。特に、ロシア・ウクライナ戦争では、陸上戦力による対照戦において、ウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害は、ロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられている。こうした状況下、日本の現状に目を移せば、幸いなことに、周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシア・ウクライナ戦争に容な陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないが、非対称戦の重要度は増しているように感じられる。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち、軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙している。この日本が仮想敵国と海を挟んで対峙するこという構造自体は太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるが、経済力を背景に軍事力の強化を推し進める中国によって尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の必要性の比重が増している。これを念頭において日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだ。ただし、世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いている。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても噴出している。そんな中にあっても、日本の防衛の要と言うべき既存戦力は、やはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に、最新型潜水艦の一番艦であるタイゲイを就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。タイゲイ型は、すでに、昨年2023年3月に、2番艦であるはグゲイも就役を果たしており、この今年3月には3番艦であるジンゲイも就役する予定で、今、まさに、最終の準備が行われている段階だと言って過言ではない。そして、タイゲイ型は、4番艦のライゲイも昨年2023年10月に、進水と命名を終えており、こちらも、
予定通りに計画が推移すれば、2025年3月には、潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されている。ちなみに、大鯨型の建造費を見てみると、1番艦の大鯨がおよそ800億円、2番艦ハケ鯨がおよそ720億円、3番艦の神鯨及び4番艦の雷鯨がおよそ700億円と、量産の効果で、若干の低減が見込まれている。しかし、前述したように、世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から、費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は、大きな課題になる可能性がある。さて、今年2024年の3月終了時点で、大鯨型も、3番艦の神鯨が計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は、最新鋭の大鯨型3隻、前級の、双竜型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となる。これに加えて、最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には、少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないだろうか。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇は、すべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は、最大でも、同時に実戦配備が可能な数は7から8隻とめされる。この稼働数で、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷、津軽海峡、西は対馬海峡、南は、宮古、大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視している。これら5カ所の海峡を、有事の発生の際には、潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に、仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制は、これを実施可能な必要最低数だとめされる。かつては、海上自衛隊の潜水艦隊の数は、16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれない。しかし、実際には、第二次世界大戦後に、互いに、ある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもある。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭の伊鯨型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇る。大鯨型は、この船体に、3番艦の神鯨までが、川崎重工業社製の 12V25-25SBD ゼル機関を2機、4番艦の神鯨以降が同 12V25-31D ゼル機関 ×2機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用している。これらの機関部によって、大鯨型は、最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能とめされており、軍事機密のため、詳細なデータは未公表だが、航続距離は、推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われている。こうした大鯨型の性能は、推定値とはいえ、通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や双竜型と比べても、大幅に能力を向上させていると言ってよいだろう。こうした点を捉えて、大鯨型であれば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、
実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれる。しかし、個人的には、いかに、タイゲイ型が、リチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、軒並み30ノット前後の水中速力を、発揮可能な能力を備えていることに、すれば同列には論じられないと感じる。そもそもが、海上自衛隊の護衛艦でも、多くの水上戦闘艦が、最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、タイゲイ型とはいえ、とそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだ。それでも、タイゲイ型は、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに、親潮型双流型に比して、連続潜航時間が大幅に伸びたことは、待ち伏せ戦術においても、有効性をさらに高めたと考えられる。最新鋭で、かつ、日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに、タイゲイ型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビュー等を参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化、デジタル化されていることは間違いない。ことに、前々級の親潮型と比べれば、これまで、人力や目視で行っていた運航作業の王の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察される。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は、従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標は、ヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに習ったと見る向きも多いが、単純にこれまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの、岸田政権が掲げる防衛予算額を対 GDP 比で 2% とする目標の中には、陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化していると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の2から 3% という現実を甘んじて受け入れ、
国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、同約 2.2 千億円の新明和工業社、10位が、同約 2.1 千億円の火油社と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業者で、同社は、陸上自衛隊向けに、偵察用のオートバイや、回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに、対艇型潜水艦や追潜哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに、輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業者は、前述した三菱重工業者、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業者の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業者の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から、鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業者としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業者は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも、2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは、前述した自衛隊向けに、対潜哨戒機の固定翼機 P1、輸送用の固定翼機 C2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも、首位の地位を占めている。この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械ロボットカンパニーであり、ここでは、建設機器、産業機器、及び船舶用の油圧機器である、ポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造、また、各種の生産工場向けに、各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業者では、
2023年度の第3四半期までの累計においては、パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売上を占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の大鯨型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たした爆鯨は、1隻でおよそ720億円、対潜哨戒機の固定翼機 P1 は、1機でおよそ150億円と決して安価ではない。しかし、川崎重工業者の企業としての売上の内訳を見ると、爆鯨を含むエネルギーソリューション&マリン事業や P1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の 2-3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。